うーし、再開していくぜ。さーて、前回はゆうきくんの妹のしおりちゃんが仲間になったというところで、どうしよっかなぁ。オートヒール誰かに買ってあげてもいいかなっていう気はしていますが、そのまま行く。毎度のことながら、前回の戦いの後、巣は困ったもんだね。こっちから攻めるとなると怪我しちゃうよね。敵も強くなってるし、長距離から壊す方法ないかな。ミサイルみたい。ミサイルって街も破壊しちゃうわ。ほら、ニーニーから離れて失近寄るのもネジ。じゃあ、チューはダメ。したら殺す。うわぁ。しおりや、まちろ先輩は冗談は言うけど悪いことはしないよ。同級生も言ってる。マオは人を見る目がないし、ひどい。力の能力からね、また騒がしいのが仲間になった。問題起こすのはコトちゃんも似たようなもんでしょ。学校じゃ起こさないって。サボり癖は治った？こいつすぐ部活やサボるんだよ。去年から授業抜け出してたんですか？悪化してたか。試験だとか早退だとか大事な時にサボる癖は治した方がいいよ。周りは私みたいに優しくない。優しい。叱る人も必要だということですね。七海、土曜日映画見に行かない？最近の話題のやつだね。行こう行こう。戦いばっかじゃ疲れちゃうしね。学校戻ろっか。もうすぐ2時間目始まるよ。次数学だっけ。もうすぐ夏休みだし頑張るか。みんな楽しそうね。ゆいさん、私の世界。いた、何よ。仕事から帰ってきたのに夕飯の準備もしてねえのかよ。もうやめてよ。私が今から作るから。あんたは出しゃばなくていいの。受験なんだから勉強でもしてなさい。私は邪魔だっていうの。子供扱いしないで。金を稼ぐこともできない子供でしょ。いいから2階に上がってて。私だって学校で遊んでるわけじゃない。ちゃんと真面目にやってるのに。私が邪魔なの。私の存在がこの男と自由にしたいの。お父さんに向かってこの男って口を閉ざしなさい。何殴るの好きにすれば。いらないな、私がいらないなら殺してやる。こんな家もう知らない。出て行ってやる。そろそろチャンネル変えていい？ヒーローインタビュー。勝手に変えないで。試合見終わったならもういいじゃない。私にもドラマ見せろ。あと5分あるだろ。録画すればいいじゃないか。じゃあそっちが録画すれば。スポーツは今だから面白いの。録画なんて不思議がない。はるかちゃん、またお父さんたちが言い争いしてるよ。まったく仲がいいよね。朝から晩までああやってベタベタと。私には真似できないよ。止める気はないんだね。あれは喧嘩じゃなくてイチャついてるだけなんだから好きにさせればいいよ。それとも私が間に入ってほしい？きっと想像しくなるだろうなって。何それ期待してるの。案外意地悪だね。おん？玄関行って、私手が離せないの。ゆいさん、明日も学校だよ。家にいたくない。でも何も用意してなくて寝る場所もないの。今日だけでいいから止めてくれる？今日だけでいいの。お父さんに聞いてくるから待ってて。本当にゆいさんが家でかい？理由があったって顔だし、詳しくは聞かないけど、すれる人もあったかな。はるかは二人で寝るから千代ちゃん用の布団使ってないんじゃないの。またこれだ。じゃあ千代の布団引っ張り出してくるよ。ご飯は食べたの？食べないとダメだよ。部屋に持ってくるから2階に上がろ。厄介な人が来ちゃったな。なんで私ん家来るかな。どうしようこの雰囲気。ゆうかさんのお母さんたち二人の話し声が聞こえるけど、いつも？いつもだよ。まだ二十歳の気分でのろけてんのよ。あんたたち二人にそっくりね。いつから？何が？いつから霧島と知り合い？2歳ぐらいの頃には一緒にいたって話だけど、覚えてないよそんなの。なんでここに来たんだろう私。まるで場違いだと思ってるんでしょ。そんなの思ってないよ。分かってできたのかよ。小杖さんの家はダメだったの？変に同情されたくないのよ。あいつおせっかいだからね。他校の人は知らないし、あんたたちなら二人いるし、私、別に私に気を使わないかなって。気を使わないわけないでしょ、もう。明日学校どうすんですか。考えてない。どうしよう、なんで私子供なのかな。隣の部屋に用意してるんでしょ、霧島の部屋。負のオーラがすごくて話しかけるのように体力使うよ、もう。何があったんだろう。聞くだけ無駄だよ。私たちには何も言ってくれないし。でもあんなの見てられないよ。強がってたけど声が震えてた。分かってるけどどうにもできないって言ってんの。もしゆいさんが悩みを話してくれたら味方にならなきゃね。それはもちろん、あの人好きじゃないけど私の仲間だし友達だもの。ゆいさん、朝ですよ。学校どうする？あ、そうか。ここにも邪魔になったんだったね。カバン取りに行く。一緒に食べません？あの中に私は介在できないもの。このまま帰る、ありがとうと言っておいて。昨日も食べてないんじゃない？パンならあるけど持っていく。
あんたって学校の評判とは本当に違うのね。問題なんか押し越しそうには見えないけど。怒ったら怖いんですよ、なんて。嘘は言ってないね、それ。優雅には適当に言っておいで、それと。二人とも仲良くね、お互いを信頼できる人なんてそうそういないんだから。ああ言って出てきたけど家には戻りたくないし、このまま。初めて学校サボっちゃうな。どうしよう。先生は親に連絡するのかな。おん。バカバカしい。こんな時に敵が来ないなんて何でもいいから出てきなさいよ。親があれじゃあな。君は学生だろ、こんな時間に何をやっとるか。うるさいな、今は気が立ってるの。学校なら明日、来週から行くよ。理由がないなら親に連絡。肩を強く掴んで威嚇した。邪魔しないで。おん？デパートの方から悲鳴が。星を取り逃がしたな。君は学校に戻ってろ。最近集まり危ない奴が増えてるんだからな。近づくな、近寄ったらこのガキ殺すぞ。なんだ、警察は。ここまで逃げられたのか。どうも仲間がいたようで、片方は逮捕できたんですが、あいつの足が速くて。人質の安全が優先だ。犯人を刺激しないように説得に当たろう。察するに別の場所でバレさせた犯人が警察に追われてここに来たのね。犯人の気の立ちを子供を刺し殺すのも時間の問題ね。いいから金田クールは持ってこい。どうせあなたも必要とされてないんでしょ。せめて周りに迷惑とならないようにひっそりと行きなさいよ。ナイフそんなもので私を刺すつもり？刺すつもりなら殺すつもりなら殺すよ。上から物言ってんのが気に食わねえ。うーわー、犯人が消えた。私の前ではこの街でこんなことをするかい。よかった。人質の子供さんはまず病院へ。それと皆さん離れて、現場から離れてください。やはり君は話を聞かなくちゃならんようだ。電話番号は両親が家にいる。犯人を消した上にあの足の速さ。とにかく報告しないと、殺人事件として。大丈夫なんだろうか。自分が何をしたかは理解しているようだな。私が助けなかったらあの子死んでたかも。殺す必要はなかった。近くに警官もいた。気絶させれば十分だったはずだ。手加減がやりにくいのよ。軽く殴ったつもりだったんだけど。分かってるんだろうな。能力の乱量は処断すると言っておいたが、やれるもんなら。テロメアさんかい？あれだけ言ったのになんで？不意打ちするとかけ手加減するのかどっちなのかしら？陰ですぐ分かったんだけど。危険人物とみなして処断します。そうしないと私のお父さんも助からないし、みんなのためにもならない。残念だけど覚悟して。私はみんなのために戦ってんだよ。返り討ちにしてやる。え？何も言わないのね。説得する気はないの？私を殺すのにおしゃべりが必要ないってわけ。昼間なら私にも十分チャンスがある。手加減せずに一気に仕掛ける。え、テロメアを倒す。こっち側です。 一応セーブしようか。じゃあタオキンシュートでワンパン、ほぼワンパンに近しいが、一応下がってこうやな。異星人の分際で私たちの街で訪問し出してくるのは間違ってるのよ。あんたを倒せば執行する奴はいない。全力で抵抗してやる。よう考えたらこれ撃った後ってまともに動けなくなるんじゃなかったんでしたっけ。今更ですが、これは失策だったか。もしかしてやはり強い。何してんだテロメアさん。オン？カノンさん、あんたも一体何をしたんだよ。まさかそいつは銀行強盗の犯人を殺害した。我々著しく秩序を乱す分子と判断し今に至っている。今言った通りだよ。だからどいてカノンさん。ヤシマ、お前ってやつは子供が人質にされてたのよ。だからはっきり言って、お前たちを捕らえられる者は誰もいない。警察も軍も無力だろ。カノンをユイの前から離れろ。嫌だね。あんたたちの裁量で何でも決められたくはない。私たちがヤシマに対しては話をつけておく。だから上じゃ解決しないよ。みんな命がかかってるんだから。今日の事件で警察はユイさんのことを今捜索している。大事になっている。もし私たちの正体がバレたらカノンちゃんたちにまで迷惑がかかるんだよ。だから殺す。ヤシマは私がぶん殴ってやるから、あんたたちこそ引き下がれよ。
すでに4人だ。忠告もした。テロメア実力行使だ。秩序だなんだって仲間を殺したらそれこそおしまいだろう。もうこれ普通の通常攻撃で倒せるんですけれども、そこについてはいかがでしょうか。おれい、レベル上がった。すまない仲間なの。でもヤシマ、分かってないのね。こいつら私を殺す気なのよ。ここでやっておかないと夜に襲ってきたら私じゃ。ふざけるな。なんでそんな、敵とか味方とかそんな問題じゃ。ベロメアにとどめよ。ヤシマ、なんで私の邪魔するやつばかり。カトリから連絡があった。お前人を殺したって、前にもそんなことをしてたって本当なの。倒れている二人を見れば真意は明らかだろう。もはやエイユは我々の敵だ。敵とか勝手に決めつけんな。ヤシマ、なんとか言ってよ。こんな白猫の言ってることは嘘だって。残念だけど本当だよ。一度忠告したのに。テロメーさんとは戦ったって聞いてるけど、カトリまで危害を加えるってことはもう、私に向かってくるなら容赦はしない。みんな下がって、私は自分の仕事をしなきゃいけない。こいつは所詮異星人なの。部外者は黙ってて。戦いより話がしたいの、お願い。千代子さんなら分かってくれるでしょう。私たちがこの町を守らないといけないのに。今日の犯人だって刃物でこの王を殺そうとしていた。それを助けたかっただけなのに。悪人のために善人が傷つくことなんてない。私も分かるかもしれない。でも違うよ、こんなの。この力で人を裁こうなんて、それじゃあ怪物と変わらない。うん、どうなるんだ。もう戦うのはやめるって言え。戦いをやめたら私には。え？どっち？こっち。そりゃあ、3対1は勝てへんな、これな。残念ながら。だが、せっかくのイベント戦闘だったら、これ1人ぐらい倒してレベルを上げていきたいところ。ワンパンいけるやん、これ。誰でもワンパンいけますよ。どうなんですか？一番レベルが高い人を、テロメアさんか。はい。すいませんね、テロメアさん、いつもね。じゃあ、ワンパンさせていただこうか、これ。まだ来るの？ワンチャンレベル上がってくれると、ああ、上がらんか。脳波加速機構。なんか手に入れた。テロメアさん、私たちが止めるから、あんた戦わないで逃げてよ。もうとどめ刺したけど。野心をかけられたらこっちが死ぬのよ。先にそいつを殺す。そうすればこの戦いも終わるのよ。ナイス回避。カトリさん、あなたはどっちの味方なのよ。どっちでもない。あんたが子供を助けたかった気持ちもわかるし、写真がダメってこともさっさと逃げろよ。すげえ、めっちゃ回避するやん。せめて森の中に入って攻撃するか。なんて出てる、何のスキルの効果だいそれ。避けられないけどダメージゼロって、火力低すぎませんか。よし、帰ってきた。んだば、タオキンシュートでワンパンさせてもらいますよ。これはもしかして負けた方がいいまで、負けた方がいいまであるのでは。もしかしてだけど、負け、勝つと負けるで、もしかしてこれイベントが変わったりしません、しませんか。強すぎません、ゆいさん。3対1でこれって、なんて力。でもまだゆいはダメージで大きくバランスを崩した。接近戦でとどめを刺せ。タオキンシュートは危険だ。ダメだ、殺されてたまるか。私に逆らう奴は全部消えろ。時間停止。ワールドイズマイン。ザワールドってことですか。頭が割れる。今の攻撃は時間停止の能力までアンロックされている。まさか使える人間が存在するなんて。
時間を、じゃあ急にテロメアさんが吹き飛んだのは、奴が支配した時間の中で攻撃を受けた。だが時間停止はマリクチガロイドの理論値不可能だ。だがさすがに限界か、テロメア意識はあるか。そいつはもはや敵だ。うるさい、あんたたちが勝手に決めてるだけでしょ。エイゼック、こっちに来て逃げるよ。どうなるこれ。大丈夫？頭が痛い。どうする気なのこれから。どうもこうもテロメアにも警察に追われてるのよ。梢も早く逃げたら、私の仲間だと思われるよ。何言ってんの、仲間でしょうが。警察はどうにでもなるんだから気にしないよ。それより親は、ユイはどうするの？親は関係ないでしょ。この街も、からも出ない。もう学校には行けなくなるけど。戦力が減る心配はしなくてもいいよ。私はまだ戦うから。無理に戦わなくても、それにテロメアさんが襲ってくるよ。隠れて過ごすに決まってるでしょ。なんで人殺しなんか。いやもうそれは聞かない。霧島や香取まで危害を加えたらもう誰も信じなくなる。今から親に会ってくる。バイオモンスターが来たらまた会いましょう。これだけは言っておきたいけど、この能力身につけたことに後悔はしてないよ。時間を止めた時私感動したの。世界全体が私の味方になってるって、ほんの一秒足らずだったけど。こういうのが運命ってやつなのね。信じたことなかったけど、今はそれを感じる。来週はきっと事件で学校も騒がしくなるから、副会長は退院になるね。どっか行ってはテロメアさんとカトリは治療したけど、テロメアさんの傷が深くって、カノンさんが家に送ってる。今日の朝まで一緒にいたのになんでこんなことになってんだよ。もう学校でも大騒ぎだよ。私たちも授業中脱げ出してる来てるんだからまずいよ。戦うってなぜかは知らないけど、街を守る意志は固いみたい。殺人なんかしたんでしょ、ちょっと怖い。テロメアさんがカノンさんもなんて黙ってたんだろう。もっと前に話しておけば手遅れには。千代子たちが混乱するのを避けるためだろう。今まさにそうなってるしな。フィー、あんたはどうも犯罪を起こしたから殺しますってさ。お前たちの星では軍隊が勝手に動いて人を撃ったら罪にならんのか。犯罪者とはいえ民間人相手にむやみな干渉は控えさせるんじゃないか。ニュースになっちゃうね。この星ではマジガロイドに対しての法や力はない。テロメアには汚い仕事をさせて申し訳ないが、今回は妥当、仕方ないとしか俺には思えない。4人殺害したって言ってたね。いくら相手が悪人だからって、本当に極端なんだから、あの人。警察がいたんだから任せればよかったのに。テロメアさんの受けた傷相当大きかった。本気で殺す気でやってるよ、あの人。挙句にカノンさんにも、なんでそんなになるまで何も助けになったのに。話も聞いてくれないし、とりあえずテロメアさんとタウには、ユイへの攻撃はしばらく諦めてもらって、私たちが何とかしよう。テロメアさん以外にも攻撃したの？チューは何ともなかった？殴られてさっきまで気絶してたらしい。もうユイさんに同情しない。勘弁してやってよ。私たちがこんな態度を取ったらユイが本当に敵になってしまう。許すってわけにはいかなくても敵にしちゃダメだよ。許さないけど敵じゃないって、そんなに難しいことは私にはできないよ。叫ばないで、今頭が痛いの。話がある、素直に警察署まで来なさい。逃げてもいいことはないよ。デパートでの話ね。私子供、武器も持ってないのに人を殺せるわけがないじゃない。確かにその通りだ。しかし関わったのは事実だろ。真犯人を探すためにも君から話を聞いておきたい。私は悪いことをしてないもの。殺人？悪いとかそういう次元の話じゃない。あんたのせいでこの街に住めなくなるじゃない。どうしてそんなことをしたの？信じてくれないのね。私より自分の体裁よ。そうよね。おまわりさん、少し時間くれるかな？わかった。少しな。じゃあここで待ってる。まさか？とは思うか？この街で殺人事件が2件もあったみたいだよ。超過に乗ってる。近所。銀行強盗した犯人がデパートに逃げて、なぜか血を残して消えたってやるね。謎の死って名探偵が必要ね。近所に犯人がいるなんて遥かたちが心配だわ。40代の女性が殺された八島玲子。やっちまったんか、親を。この人も死因が分かってないみたいだけど、容疑者は未成年って話だ。ゆいさん。ちょっと遊びに行ってくるよ。私ももういいや、行ってきます。知ってる人だったのかな？わからない。犯人が捕まってないから二人の外出には気をつけないと。その割には表情が暗いんだよな。それが気になる。僕らの時はそれはもう楽しみだったのに。あの子たち何か隠してるのかしら。かもね。さてこれどうなるよ、この展開。心の治療。いや、この後マジどうするよ、これ。ゆいさん、よう。とりあえず次行くか。おはよう。
うん、おはよう。昨日のこと聞いた？ゆいさん親も殺しちゃったって。何が何だかわからない。泣かない泣かない。私たちに散々言っておいて自分はあんな勝手してるなんて全く同情の余地もないよ。リリー、あんまり思い詰めるなよ。俺たちがどうこうしたってこんな戦いだし、精神的に追い詰められる人だっているよ。一緒に戦ってて悩んでる理由もわかんないままあんな風になったんだから嫌なんだよ。俺たちはカウンセラーじゃないんだから仕方ないだろ。向こうが喋んなかったのが悪い。冷たい、みんな怪我までして戦ってる仲間なんだよ。傷だけ治したって心までは治らないんだから、みんなが協力して。やめた、みんな戦ってるもんね。私は後ろでぬくぬくしてるんだから私がやるべきだよね。ぬくぬくはしてないって。もう暗くなってるリリーなんて俺は見たくないぞ。オン、タイミング悪い、いい時なんかないけどさ。ユイさんはこれ出撃するんですか？あ、おー、いない。あ、今回は全軍出撃なんだな。最大20出せるわけではないのか。情報収集、指示。新聞見たか？そりゃね、ノーコメントだよ。霧島に聞いたんだけど、あいつは何もするなって、それと悪口もダメだってさ。姉子も千代子ちゃんから聞いたんだ。なんだよ。いや、千代子ちゃんもすごいよねって。私は頭悪いからな。学校ならともかく戦いで間違ったことを指示したら死んじまう。そう考えると、ゆいさんのことも何も言わない方がいいかもね。あんまり追い詰めるとこっちに向かってくるかも。話によると時を止めたとかなんとかで怠慢じゃ絶対勝ち目ないんだってさ。お手上げじゃん、人型の方がまだ怖くないよ。はぁ、あ、さっきからひっきりなしに通信が来てるみたいだけど、みんなゆいさんのこと聞いてる。とりあえずあまり触れないようにって。この前泊まりに来た時何か言えばよかったかな。わかんない。で、どこ行くの？事件のあったデパート、ゆいさんが助けた女の子とことも聞けたらいいけど。お母さんはともかくその子を助けたのは事実だもんね。仲間だし信じなきゃ。ああ。ということで出撃しましょうか。ゆいさんは来るんかな、これ。また素顔な人型も少しいる。また多いね。始まって戦った時と大違いだよ、もう。せっかく友達と話が盛り上がっていたのに。八島先輩来るかな？話す言葉なんて浮かばないよ、みんなはどうすんの？知らない。親まで殺す奴は信じられない。私たちにも襲ってきそうですよね。そんなこと言わないで。理由があったかもしれないしさ。理由と言われましても、それを許容できる事項ではありませんよね。みんな偉く厳しいね。理由のわからないミスを責めても意味はない。モカが一番怒ると思ってた。みんなちゃんと前を見て、今は敵を。巣があるから前進しながら敵を倒していこう。リリーさんは怪我しないように後ろに下がっててね。怪我しないようにね。味方10人の戦闘不能。なるほど。分散しておりますが、巣が3箇所ある感じ。なるほど。左と右でとりあえずこのまま何も考えず分散して突っ込んでいこうか。突っ込むぞ、野郎ども。レベルアップ。どうしようかね、これ。ハイパーボーラ、届く。倒しに行くか。さて、自動回復ある二人が前面に立っていただき、あとはおいおい後ろから追い上げていく感じで。こっちに回復役が二人もいたらダメでしょうよ。一人左に行ってくれませんか？さーて、こっちはこっちで。とりあえず一旦車線からは逃げておくか、これ。携帯変化、タイキー。毎ターン MP が1回復するならこれ使ってもいいね。18、めっちゃいいダメージもらうじゃないの、それ。ダイヤモンドソード。
ムツさんにもさ、これあれだな、ヨコちゃんにも自動回復持たせてもいい気がするね。ちょっとニーニー顔が暗いよ。ヤシマさんがこれからどうするのか考えちゃって。事情知ってるやついる？わかんない。弟家出したみたいで私に泊まったけど理由は聞いてない。その時聞けばこんなことには。あ、いや、やめよ。戦いの後にしなきゃ。私では力にあれそうなれそうにありませんね。もうみんな暗い。こんなんじゃこれから仲間になる人もついてこなくなる。みんなが元気ないなら私が指揮を取るよ。モカじゃ帰ってついてこなくなるよ。もう一度言う勇気ある？やめとく。はーん。サブキー回復しきらん。全力で前に行きたいが、ちょっと待って、その前に、全力で前に行くんだったらバブルバリアかけてあげてのからの全力で前に行こうか。29か、微妙。読者とかするまでもないか。一旦待機で、全力前行ってもらってからの待機で、微妙に届くのね、あなたね。7ぐらいだったらまあ許容範囲。よし、いいよ。追いつけるか、これ。さて、左はいいとして。に、ひどい。ひどいな、その火力。なるほど。誰も届けやしね。あなたの格闘、5! 届かないな、微妙にね。7。いけるが。ひよこ前に行くか。アームソード落とせる。よしよし。で、リリーさんで一応回復しとこうか。34、22。エールガンで落としちゃうか。速攻するのが重要でしょう。いい感じ。一旦待機で。防御力も上がってるから。クリティカル。そういうところでクリティカル出してくる。アムソードランス。さて、全然敵が近寄ってきてクリアしないでござんすな。